ところに移したらよかった。最初に映ってた方がよかったな。出来上がったよ。開けた中身から電源って見せへんの、こうやってオープンする。出来上がったよ、もうボタン。オープンするとこにしてくれ。蒙古タンメン出来上がったんだけど。蒙古タンメン出来上がったんだけど。開けるとこから見たのがすごいね。おじさんの実質創業50年で今、ね、うわ、めっちゃ黒いやん、もうもう色が黒いねんけど、これちょ、見え、見たい？見える？これ色が黒いんだけども、ちょ、マジで黒いんですけど。笑うしかないよ、こんなもん。でも笑うしかないわ。こんなもん笑うしかないわ。私なんて麻婆豆腐のラーメンみたいな海苔やろ。どういう意味？お豆腐入ってるもん。辛ラーメンぐらいやったら食べるんだけどな。ね、太い。YouTube に動画をアップしながら同時進行でやってんの、僕忙しいんだけど、すごく。俺一人だけ忙しいんだけど。YouTube にやりながらね、アップしながら。ああ、間違えた。あ、これぐらいと食べれる。嫁の方は食べるらしいです。美味しい。辛ラーメンみたい。忙しいんですよ。ちょっとだけだから。もう色が、色よこれ。色。色が違うやん。お前のは。そっち赤い。いや、普通の方赤いねんけど、こっち黒いねんけど。見えへんな。カメラこうしたら、ね、ただの麻婆豆腐みたい。嫁のは麻婆豆腐みたいで、こっちは何なん、黒いの。辛ラーメンぐらい。あかんといてや。やばそう、私食べたら。何とか。混ぜた？ちゃんと。もう火吹きそうやねんけど、あかん。じゃあ、メンチカツ。マヨネーズなんで。これ熱々ちゃうからマシやで、あんた。おいしいとかそういう問題じゃない、これ味わからんから、辛すぎて。もうそれ食べたからこれあかんか、うん、食べてみるか。
こっち食べてからにしたらよかったな。うん、飲む飲む。いや飲むけどさ、あのもうわからん、もうわからん、もうわからん。これどんだけ食うたかわからんけど、もうわからん。もうあれやな、これドロドロやな、うん、ちゃんと混ぜれてないんちゃうんさ、うん、うん、今ちょっとマシになったぞ。これ食べてみーさ、ちょっとマシに感じるかもよ。おいしいですな。今人気の蒙古タンメン中卒。こっち食べれるかも私。あ、もう口の中が分からん。簡単に言うと、口の中がもう分からん。ちょっと喉の奥に来るな、こっちは、うん、ずっと食べられへんな。2、3口以上食べたらあかんな、うん、最初美味しいなと思ったけど、そっちはずっと食べられへんわ。2、3口美味しい。今ちょっと辛い、もういらんから。これを食べてる動画がどんなことしてるか知らんけど、そんなに辛いで。あかん、もう食べられへん。うん、さすが日清とコラボ。前なんか食べたやん、事務所で。これ危ない。いや、スープ普通に飲めるよ、これ。多分。スープは飲めるよ、逆に。すするとえ、はいはいってなる。うん、最初、期間に来たけど、もう飲めるよ。ちゃんと混ぜれてへんかったんじゃん。最初に、ついてたデスソースみたいなの入れて、それを一気に飲んでもたから、多分そうやな。逆に今そんな変わらない。辛いエキス飲んでもうたん。あー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 、あ、もう今口の中が暴れてるから何がねえかさっぱりわからん。でもご飯甘く感じるな。うん、ご飯まであるよ。うん、ああ、
あ、メンチカツ。前食べたやつあれ焼きそばやったっけ？ペ。あ？ペ。ペヤング？ちゃうの？ですよ。うん。あ、そうそう、ペヤング、ペヤング。エンドってやつやった。あれと比べたら、こっちの方がマシかもしれない。あれ、だって口の中入れただけで口ヒリヒリやったら。何色？え、黒いやつやろ？赤やったっけ？黒やったっけ？ちょっと覚えてないけど。あ、なんか黒かな。はあ、あ、あ、こっちはまだラーメンの分だけマシまだ。ちょっと変な汗はもうかいてるけどね。後頭部が変な汗出とるけどね、今。テキーラと一緒でちびちびいかんと、もうね、行ったら食べたら一気に食べないと、もうね、汗が止まらんわ、マジで。体中の汗が止まらん。お風呂入る。うん。ああ、ああ、まあこれ食べてね、YouTuber でこれ食べてめっちゃ辛い辛いとか言いながら、なんかへっへっへっとか言ってやつ絶対大げさだから、そんなにないから、そこまでじゃないから、うえ、まだあのペヤングエンドよりか全然マシ。
で、スープ飲めるもんだって。これでもあのカップヌードルみたいなの合成肉入ってんねんけど、あの肉が少しあの辛さを和らげてうまみを出してくれてる。で、先に麺だけいってしまえば余裕よ。鼻水か汗かわからんな、これ。これ鼻水かな、これ。まずい。もう一杯。なんでやねん。いやでも食べれるよ、全然。汗かくけど、うん、変な、ここ、この辺の後頭部汗かいてるけど、変な汗かいてるけど、メンズビエを俺さえね用意して食べたら全然大丈夫です。食べれる食べれる。ああ、いやもう食べた、もう食べ終わったわ。食べるって聞いてて食べ終わったわ。もうあと YouTube の動画で見て。食べれるから、うん、全然余裕、うん、余裕、余裕。おいしゅうございました。蒙古タンメンね、中卒、北極ブラック、黒い激辛味噌、うん、二代目中卒って書いてあるけど、うんね、これ美味しゅうございました。なんでどいつもこいつも何回も食べさそうと思うの。もう食べたじゃん。同じの食べたって面白くないでしょ。次の新しいの出るまで。次の新しいの出るまで待ちなさいよ。これ YouTube 上げといたら、あのあれじゃない、 YouTuber の中でも俺あのパイオニアじゃない。
今回の誰も食べてないでしょ、まだ新発売なのらしいよ。へぇ23、4ぐらい出たらしい。へぇ、まあ、賞味ね腫れてるけど唇腫れとるけどな、マジで、まあ唇は腫れとるけど、まあ食べれるよ全然。あ、マジで出回る。でも俺が蒙古タンメン北極ブラック食べたパイオニアでしょ、間違いなく。なんでみんな土日に食べへんかったよな。土日やったもん勝ちやったもん。蒙古タンメン関連の動画、蒙古タンメン関連の動画山ほどあげとくわ。食べてる間は辛くないけど、食べ終わってからしんどいな。口の周りがね、ずっと腫れてんのよ。マンゴーラッシーがないわ、家に。お茶しかない。どっちがしんどいかって言ったら、エンドの方が絶対しんどい。マジで。あれは、しんどいよ、絶対に。もう味は覚えてないけど、辛さは覚えてる。あれね、汁がないやん。汁がない分しんどいのよ。こっちは汁があるやん。辛かった？エンド辛かったやん。あれは辛かった。汁がないから。これ汁あるから、汁そんな辛くないやん。で、後から食うのよ、ほんで。今になって唇がヒリヒリヒリ、ちょ、腫れてきてるやん、ほら。めっちゃ唇腫れてきてるの分かって、自分で動画映してて唇腫れてるっていうのは分かるってすごいな、これ。まあ明日唇めっちゃ腫れてるやん。やばいな、もうこれ30分ぐらいもうこれ収まらんな。これはしゃあないわ。石原さとみみたい。そんなにツヤある？そんなにツヤある？じゃあもう唇歪んでるやん、ほんで腫れすぎて。まっすぐなれへん。せやん。じゃあ何か、あの、かわちゃんはそんな辛いもんばっかり食べたからあんなになったんか、たらこ唇でイボ作って。まあ、またそんなこと言うたら、何陰でこそこそ悪口言うてって言われてたから、あんま言うたらあかんけど、ああ、カサカサ？マジでカサカサなの？いや、唇が辛いわ。唇めっちゃ辛い。唇が辛いわ。これ、火薬の家に明日持って行こうかな。俺、昨日食うたからお前食え。突したら嫌がるかな。まあ俺明日チャリンコで天王寺行く予定やから行けへんけど。辛い
あ、なんか来てる。コメントされてる。おいから怖い。おいからって何？あ、おいからっていうのがスパイスついてたんや。俺それ全部入れてもたんだけど、おいからって。そうなん？明日レクサス1号、そう。おいからやったんや。全部入れてもた。ニンニクオイルって書いてるだけやろ。あ、ほんま。おいからじゃないやろ。これよ。お召し上がりの際に入れてください。辛味オイルって書いてある。でもこれ、お召し上がりの際に。まあ、調節してくださいって書いてないやん。あ、そう。へぇー。唇がね。とりあえず唇が、元戻んないわ。唇が。唇がえらいことになったまんまだわ。どうしたらいいのこれ。唇がね、ぷっくりになったまんまなんだけど。はあ、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 唇がよ。あ、あ、あ、ダメだ。思いっきりかな、かんやろ。思いっきりかな、発狂するわ、大さえも晴れとんのに。唇倍ぐらいの大きさになっとるやないか、下唇これ。やばくない？え、下唇だけやばくないこれ。下唇。まあ、鼻水ももうわからんし、で、これ鼻水なんか汗なんかももう。何もかもがよう分からんわ、もう。あ、辛い。食べてる間は辛いって言わんほうがいい。食べ終わってから思う存分言ってくれたまえ。ということでね、今回は、蒙古タンメン中卒北極ブラック黒い激辛味噌を食べてみた。美味しかった。さすが蒙古タンメン中卒。もうそれいい？誰が言ってたのこれ、蒙古タンメン中本を中卒って。蒙古タンメン中本をね、北極ブラック。黒い激辛味噌。美味しかった。コンビニで210、何倍やったかな。コンビニでね、213円だから。うん。で、ちょっとブラックが、っていう人は、中入っていいで。辛うま味噌っていうのもあるから。ね、蒙古タンメン。辛うま味噌っていうのもあるから。ね。ということで。で、一緒に七チキとハッシュポテトとミンチカツ買ってもね、合計金額ね、811円だから。北極ブラック213円。で、辛うま味噌は204円。七チキハッシュポテトミンチカツと買っても811円ですから、ぜひね、お近くのセブンイレブンへゴー。セブン&アイホールディングスさんからの CM の依頼をお待ちしております。ありがとうございました。たくさんのお花火ありがとう。